ドライブユークレイジー B リーグチェアマンの島田慎二です。島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新しております。実はこのね、みんなでね、メンバーで火鍋を食べてきましたね。まあこれ何会というのかな、まあお疲れ様会というか、あの私実は火鍋フリークでですね、火鍋フリークってあんまりもう過去5年ぐらいほぼ毎週のように食べてるんですだから体の中の大半は火鍋でできてると言っても過言ではない。まあ今これだけ、まあ結構ハードワークしててもテンションが高いのは火鍋のおかげじゃないかなって思ってますそのぐらい私がこよなく愛してる火鍋屋さんにですね、毎週行くんでいろんな人たちを連れて行くんですけども、今回ねこの皆さんにね、お連れしてですね食べていただきましたけど、どうですかね皆さん感想。辛いもの大好きなんで美味しかったですね。はい、毎週食べたくなるのも分かります。分かるでしょう。もうちょっと中毒になるね。何でしょう、あの見た目の真っ赤な感じにこう最初ギョッとする感じなんですけど、食べたらすごいですよね。これはもう配達物もう半分白じゃないですからね、全部赤ですからね。なんて潔がいい火鍋なんだろうっていう真っ赤な感じでしたけど、あれが地獄鍋的な感じですよ。グツグツのね、これを食べてるからやっぱチェアマンはあれだけ元気なんだなっていうのを改めて分かりました。もう有酸素運動する時間がないからもうそこで1週間に1回汗ダラダラになるんですよ。でタオルを持参してね、夏なんかだと T シャツ短パンで行きますからね、着替えてスーツで1日いてもそのお店に行くときにちゃんと着替えを持ってきて、着替えて食べて汗かいて帰るっていうぐらい実は好きで、あの私の健康の源は火鍋ですと。でもうチーム、島田のマイクの皆さんと一緒に行ってきましたと。でですね、その話はさておき、私ちょっと最近なんか毎週あれですね、なんかやりたいみたいなことばっかり言ってて大変申し訳ないんですけど選手はね、何でしたっけ、GO もう一つをね、はい、やりたいとかって言ってましたけど、もう一つありまして、来年のソムリエ、まあ、ソムリエっていうとソムリエの資格とかあるじゃないですか、はい、でいろいろ調べたんですよ、そのユーキャンさんとか、はい、ユーキャンさんソムリエなかったんですね。でソムリエをやろうとするとやっぱテイスティングとかしなきゃいけないから、そのリアルで行かなきゃいけないんですよ。あ、ちょっとこれは無理だなと。そう、さすがにこの時間の中でテイスティングしに行けないなって思いまして、まああまりこう高度に自分が資格を取るとかっていうことはもう諦めて、早いですね諦めるのがねで楽しければいいと思ってですね、とりあえずこのワインは何、あのワインは何で、どこで作られて、どんな畑で、どんな風を受けてとかね、そういうのをうんちくを述べられるようなレベルに到達したいという目標を今すごく持っててですね。それはどういうきっかけなんですか。今の火鍋のつながりから一切分かんなかったんですけど、やっぱきっかけはあるんですよ。こう何かやりたいってことのきっかけですごくイージーですねまあ先だってね、毛筆のところもお礼状の話から来ましたけども、まあこれもやっぱりいろんなところでこう食事するとワインをいただくことって結構多いんですよ。で私ワイン大好きで、家でも結構ワイン飲むんですね。日本酒とワインが好きで、でもね語れないんですよ。まあ、語る必要ないんですけどね、別に誰か語ってくれって言ってるわけでもないしでも語りたいで、やっぱりねいつもこう飲むじゃないですか、出てくる言葉は美味しいまあ最高の言葉ですけどね。重い、軽い、こんなもんですよ。これじゃあ幼稚園児ぐらいじゃないですか、もう小学生以下ですよね。もう少しなんか欲しいな自分にと思って、でちょっと どんな風に勉強すればいいかね、もしこれをご覧になってる方で、あそのぐらいのレベルでいいんであればこういうことをやったらいいよとか、こういうものを見たらいいよとか、こういう勉強したらいいよっていうのがあったら、ぜひねコメント欄に欲しいですね、はい、これはでもたくさん聞いてらっしゃる方もいるんで、知ってる方もいるかもしれないですよ、ね、いやワインのね好きな方は今多いから、どうですかワイン勉強したくないですか。してみたいっていう気持ちはあった。私一回友達に誘われたんですよ、一緒にそれこそ資格取りに行かないって誘われたんですけど、ちょっと私も時間的に難しそうで、いやちょっとすごい興味はあるけどちょっと難しいかなって言ったら、その子一人で通い出して今勉強してるみたいしてる。いやなんかワインセラーとかね買ってね、自分のこう好きなワインとかを入れて
で家で飲むときね、いちいちうんちく述べてたいですよね、一人一人で誰にも見せられてないですからねまあでもそういう時間を優雅にね、やっぱりね、あ、おいしいっていうか、あのフランスのね、あのブルゴーニュ あの畑のあの年の、ちょっとねとか言いたいじゃないですか。言いたいですね、かっこいいですね。かっこいいですよね。まあそんなこんなで私、あのもう好奇心旺盛だからもう何でもやりたいんですよね。だからちょっと来年の目標はこの2つ。じゃあワインのテイスティングをしてその感想を筆で書くみたいな。そうですね、あの例えばお客様とかと食事をしてワインで盛り上がって、でお礼状とかに筆でワインの感想とか、ワインこうでしたねとか、やはり何年の何とかの何ちゃらは何とかだから素晴らしいとかって書いてみたいじゃないですか。今は何ちゃらとか何とかのところが埋まっていく。今はただただ美味しいそこにちょっとあのコメントをつけられるように頑張りたいなと思いますんで、何の話なんでしょうかね。はい、それでは島田のマイクスタートです。ドライブユークレイジー、ドライブユークレイジー、ドライブユークレイジー、 B リーグチェアマンの島田真嗣です。島田のマイク。はい、ちょっとですねワインの話からのですけども、今日は、まあ、いつもまあそういうつもりなんですけど、ちゃんとした話をしたいなと思います。で、前々回ぐらいかな、いろんなこのファンの、ね、皆様の声をちゃんとキャッチしてますと、そういうものを社内でいろんなものを決定するときにあの反映させていこうということの努力はしてますみたいなことはお伝えしたんですけども、まあ、そこで最近ちょっとそのリーグの方への問い合わせとかも多いなと思われてる、まあ、2つ、まず皆さんがご興味あるのかなっていうことで触れてみたいなと思います、はい、で2つというのは、今選手が怪我人が多いんではないかと、やっぱり試合数が多いことが反映してるんではないかとかいう声は結構問い合わせが来ますと。であと、まあ、レフリーについてね、審判についてこういろんな思いを持ってる方々からの意見もありますと。なんでまあここすごい大きなテーマなんで軽く話すようなことではないっちゃないんですけども、まあ、その壁を越えたい、それが島田のマイクだということでちょっと今日はご説明したいなと思います。で、まあ、そもそも怪我人が多いっていうのはそうなのかということをちょっと調べてみました、はい、で厳密に言うと、その各クラブからこういう怪我があったっていうことをちゃんと報告してもらわないと実態を把握できないっていうことで、その万全なデータではないかもしれませんけども、まあ、毎年シーズンが終わった後にですね、その怪我の状況とかを実態把握をすることはやってまずおりますと、うん、ただシーズン中にどうなのかとかっていうことは途中を追ってないですと。だからまず毎シーズンごと追ってますということを報告をさせていただきたいなと思います。で、その大まかにですね、例えば2020-21シーズンは公式戦による負傷、まあ、負傷というのは復帰に1日以上要するものを対象とするというふうに我々識別してるんですけども、 B1 で138件で、 B2 で110件で、合計で248件の怪我がありましたということです。で、ただしそれがですね、その前の年比べてそんなに大きく変わるかってそんな変わらないんですよ。で、実は去年コロナがあって選手の練習環境がなかなか不十分だったので、調整準備不足で怪我が多くなるんではないかっていうふうに思ったんですね。でも実は、まあ、例年とあまり変わらなかったという感じです、まあ、実際このぐらい出てますと。で、毎月月別でも見てるんですけど、この傾向もほぼほぼ変わらないですね。で、何に影響するかというと、やっぱり当然のことながら試合数に比例して怪我人が増えるというのは実際ありました。それは月別で、例えばバイウィークが代表の合宿等々で少しリーグ戦が止まるとかっていう意味での試合数が少ない月は当然減るし、でそうじゃないすごくもうマックスで入ってる時は多いしということで、まあ、その試合数に比例するっていうのはもちろん見られましたね。これはありました。で、あとは B2、B1 で見て比較するとそこに大きな差はなかったなということが分かりました。
であとなんか勝手な予測としてどうしても疲労がたまる終盤シーズン終盤にあの大きな怪我が多いんじゃないかっていうことも考えてみたんですけどそれも見られませんでしたね。ですんで意外となんとなくこうイメージしてる感じではなくてシンプルに試合数に比例して怪我人が多いと怪我人がそこに比例して発生しているということが分かりました。でですね一方で例えば去年のまだ今シーズンデータ取れてないんであれですけど去年で言うと B1 だと 60% 強が試合での怪我なんですよ。で 29% ぐらいが練習中の怪我なんですよ。で B2 だと、まあ、65% ぐらいが試合で 26% ぐらいが練習ということで、まあ、比率も大体一緒な感じだから試合だけではなくて練習でも相当数怪我人が出てますと。これは、まあ、練習の中身の問題なのか試合数が多いことによる疲労がその蓄積していることによる怪我なのかなんかそういったものはわからないんですけど今ねその結構そのクラブの中でもトップ選手たちが大きな怪我をしている選手が今続出しておりますけどもその選手を一つ一つその担当者でも見てみたんですけど過去に同じような怪我をしてそれがあの発生しているとかが結構多かったんですね。でつまり新しく今の環境において発生したっていうようなことはシェアとしては低かったなということを分かりました。ですので当然試合数が今レギュラーシーズン60試合ですけども例えば30試合ってなったらそれに比例して怪我は少なくなってくるのはまあ間違いないと思います、うん、ただ今これだけハードなシチュエーションなんで怪我人が多いって言っても、まあ、そんなことなら NBA もっとたくさんやってるぞとかねだからまあその辺のことを考えると多くの試合をすることで強化にも資すると多くの試合をすることによってクラブ経営が盤石にあることによって選手年俸が上がって夢のある世界ができて子どもたちもバスケをやってみよう親御さんも子どもにバスケをさせてみようと思うような状況があるっていうことを考えると今の流れをその怪我を持って変えていくっていうことっていうのはまあ妥当性があんまないんじゃないかなと。それよりも我々がプロフェッショナルになる中でそのあらゆる、まあ、どこのチームも今レベルアップしてますけどトレーナーとかねフィジカルとかいろんなところのケアとかトレーニングとかっていうところのレベルが上がってきてますけどそういったいろんな環境を持って怪我をできる限り起こさない状況に努めていくっていうことがいいんではないかなっていうふうに個人的にはね思いましたね。まああれですよね経営とエンタメとかと強化みたいなことに、うんまあ、その選手の怪我率っていうことは、まあ、もちろん鑑みながらだけどそれをどれだけ下げられるかみたいなことを、まあ、今後考えていければいいかなっていう。そうですねでもこれすごく面白いデータで、うんやっぱ怪我人のこの状況を見ると、まあ、ファンの皆さんはねすごく心配でしょうしこう心を痛めると思うんですけどうんまあ、データとしてはそういう状況でしたね。ということで今なんだろうな今シーズン突然増えたとか昨シーズン突然増えたとかっていうことじゃなくて、まあ、毎年同じような傾向がありますということで構造的に試合数に比例するということ練習でもそれなりに多いということが分かったので、まあ、その中で Bリーグとしてもねそのクラブの競技現場の、ね、皆さんとコミュニケーションを図りながら、まあどういう方向でいくことがそういう怪我を最小化できるようになるのかというようなことを、まあ、コミュニケーションを図っていきたいなというふうに思いました、はい、そしてですねもう一つレフリー、まあ、審判周辺ですねで、まあ、これはちょっとね私がこう触れるのはまあリスキーだなとは思いつつもその、まあ、軽めにちょっと触れてみますけどもで当然のことながら今Bリーグ B1、B2 でクラブ数が36で B3 が15でトータル51とやっぱり51チームということでチームが増えれば増えるほどそこに対応しなければいけないトップレベルのレフリーの数も必要になってきますね。でクラブ数の増加とそのレフリーの、まあ、育成強化みたいなところっていうのは当然合わせ持ってやってるんですけど、まあ、そこをこう乖離がないようにね努めていくっていうことが、まあ、JBA の審判部も努力してますし我々もそこに対しては注意深くコミュニケーションを図らさせていただいておりますということです。で、うん、いろんなこう規定を持ってですねレフリーのレベルアップ向上には JBA も実はものすごく努力をしておりまして、
例えばシーズン前にトップリーグの審判員は研修があってですね、まあ、フィーバーから毎年いろんなルールが微妙に変わってくるんですよ。でそういったルールが変わったことがどうであるとか、で特にどこを注力しなければいけないかとかっていうことをもうその勉強会とかをしっかりやりますと、まあ、これは変化に対してちゃんと対応してるということもそうですし、その毎週、まあ、JBA の、ね、審判の部署からね、判定における、まあ、この全試合をチェックしてますから、でそのシンボリックな、あ微妙だなとか、これこうだなっていうようなものは映像付きでちゃんと全レフリーに共有されて、これはこうだったねとか、これはこうだねとかっていうことの傾向と対策をもう情報を持って全員に共有されると。結構じゃしっかりフィードバックしてるってこと。フィードバックしてます。ですからもう毎年いろんなゲームがあって、いろんなシチュエーションでいろんなこうね、そこでワッとなることってあるじゃないですか。そういったものをレフリー部の方でちゃんとデータ取ってですね、それを共有して、まあ、勉強会の資料に使ったりとかしながら、常にそのレベルアップの向上における共有をして、指導していくってことは、まあ、やっておりますと。で、まあ、システムがレフリーの皆さんが見れるこう共通のもうシステムですね、プラットフォームがあって、そこのリーグ戦の、まあ、試合の、ね、映像からこれはこうあるべき判定だったなとか、うん、こうだったねとかっていうことの、まあ、あるべき判定とか、その NG 判定みたいなものもしっかり共有しながら、まあ、週に今もう毎週やっていくんで、いろんなケースありますけど、毎週複数 の、 そのいわゆる映像を含めたクリップをですね、共有しながらみんなでこう勉強しているというようなことまでやって、意外とその単純にその場で吹いて終わりではなくて、試合前にもミーティングしますし、試合後にはですね必ず皆さん映像を振り返って、であここはこうだったねとかっていうことも全会場で全ゲーム後にやってるんですよ。でそこの中でシンボリックなものはこう JBA のその大元に行って、そこからまた全部に共有されているような、そういう仕組みをやっているので、そこら辺の、かつインストラクターが試合を見てですね、各審判の評価をして、ちゃんとレベルがこうだああだっていうのをチェックして、うん、じゃあここはここを引き上げようとかっていうことも含めて、あの評価表とかもつけてですね、そのレベルを評価してやってるということです。でまあその全割り当てのレフリーの皆様は、まあ、試合前のミーティングはもちろんです、試合後に、まあ、ミーティングを行って、その対策とか判断のね、あのどうだったのか、判定 の、 どあのこれはこうだったのかみたいなことの確認をしながら、まあ下手すると、まあ、次の試合に向けてのこう準備に 2,3 時間ぐらいかけてやってらっしゃるんですよ。なんで、あのまあ当然のことながらファンの皆様があのご覧になってたり、選手がその笛に対してうんとかいうリアクションされたりするんですけど、もちろん人間ですからね、あのミスジャッジもありますし、うんっていうのもあるんでしょうけども、あ結構難しいのは見る角度、見る場所とか試合の流れ、あと自ら応援するチームに対する感情移入といろんなケースもあって、その意外とその後全部振り返っていくと、会場で全然違うだろうっていうものがちゃんと改めてみんなチェックすると正しかったり、まあ、もちろんその逆もあったり、うん、いうことを一つ一つあの流さないで、あの少なくとも全体のレベルアップに資するためにやってるんですね、うん、だから、まあ、これは私が何を言いたかというと、だからレフリーがミスジャッジしてもしょうがないよねっていうことではなくて、そのどうしても今 B リーグもできて5年で、レフリーの皆様もその今努力をしてレベルアップをしようということで努めて審判部はじめやってくれてると。でとはいえそのファンの皆様はね、そのワンプレーで試合の結果が出るっていうことにいますし、選手たちもそうなんで、そこの動きとね、その感覚とのやっぱりギャップっていうのは多少生まれることもあると思うんですけども、そこを埋めるべくいろんな取り組みはしてますと、うん、なんであの少しでもそういう背景を持って、みんな JBA のレフリー部の方でも努力をしているってことはちょっとシェアをさせていただいていただきたいなと。で、まあ、ちょっと思ったのはサッカーとかもやってますよね、あのレフリーあのそのジャッジの話とか、はいはい、ね、映像でなんでハラハラさんとか、そうですね、確認したりとかっていうか、ジャッジ、はい、ああいうのやってるじゃないですか。で
競技規則があって、でそれはものすごい莫大な量で、それがまあガイドラインに落とされてて、そのガイドラインでもものすごい量 でそれを勉強されてて、レフリー皆さんもトレーニングしてやってる。だからあそういう風なのね、そういうルールなのねって、意外と感覚値として皆さんが思ってることとは違うルールの中で違う観点でジャッジしてるんで、そもそもルール通りにやってることが皆さんとのギャップを生むこともあるようなことはあり得るんではないかということは言ってましたね。その辺のところを、まあ、サッカーのそういったケースも生まれてですね、我々もそもそも本当の正しい現在のルールみたいなことを楽しくね、披露しながら実際のそういったケースをこう解説したりとかみたいなことができたらいいねと、うん、それはファンの皆様も納得があるだろうし、あそういうことなのねってことで、まあ、知っていただくこともあるかなっていうことで、ちょっと検討してみたいなと思いましたね、はい。まあ、今加藤さんとね、漆場さんと、まあ、プロ審判が2名 JBA に所属してますと。で、まあ、加藤さんにおいてはね、東京オリンピックでもレフリーをしていただいたりとか、まあ、アジアでも、まあ、世界でもこうトップレベル のレフリーですということで、まあ、そういう方がいるんで、どん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 ね、全体の底上げということをやっていくことはもちろんそうですし、まあ、プロだからそうなったというよりも、もともとトップレベル のレフリーであった加藤さんがプロになったということなんで、プロになれば全て解決するということではないんですけど、やはりそこに集中してね、活動していけるような状況になることは、少なくともそこの手助けになることは間違いないと思ってるんで、うん、Bリーグとしても2026年に向けて、まあ、一人でも多くのプロ審判を輩出したいということで、今コミュニケーションはもう JBA の、審判部と、ね、話し始めて、今議論を開始しているので、この辺の問題も根本的に変えていく、良き方向に向けていくために努力は B リーグも、ね、一緒になってやっていきたいというふうに思っております。日頃の積み重ねでこう成長していくってだけじゃなくて、もうさらにモデルケースになるような方も増やしていこうという試みということですね。うん、思い切って、まあ、できれば、ね、10人ぐらいはなるべく早い段階でプロのレフェリーになっていただいて、メインの、ね、ゲームとかはそういう方がちゃんと入っているというような状況にまずはしていきたいなと思います。まあ、簡単じゃないです。皆さんいろんな職業を持たれている方たちに、そのレフリーに思い切って飛び込んできていただくっていうことは、まあ、まだ道なき道を歩んでる道の途中ですからね、難しい決断だと思うんで、簡単ではないですけど、まあ、そういったことも含めて今議論開始してるんで、しっかり取り組んでまいりたいと思います。今シーズンも B1B2 全試合をバスケットライブでご視聴いただけます。まだご利用でない方はアプリストアでダウンロード、詳しくはバスケットライブで検索。 B リーグを見るならバスケットライブ。島田のマイク。はい、そろそろエンディングの時間です。島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願、何でも構いません。番組で紹介させていただいた方には、島田のマイク、オリジナルステッカーを差し上げます。宛先は概要欄に載せております。あなたからのお便り、お待ちしております。なんか喉がカラカラになってきますね。ちょっと今日、がっつり喋りすぎましたね。最後にですね、今日は、いよいよね、お待たせしましたというか、収容制限が緩和されつつありますね、今ね。で、まあ、もうすでに発表されてると思いますけども、おそらくですね、もう今野球もサッカーもね、もう終盤の終盤に差し掛かってるじゃないですか。ですからこの収容制限でスポーツ興行としてこう大々的にリーグとして 100% に向かう第1号は多分 B リーグになると思うんですね。で、まあ、年明けオールスターあたりから、まあ、100% を目指していくという形になると思うんですけども、あくまでも大声を発しないということを評価をいただいて OK いただく仕組みなんですね。で、実は私どもですね、11月の13日アダストリア、11月の14日船橋アリーナで実際に声が、応援の声がどこまで出てるかっていうのをちゃんとプロの方を招いてですね、チェックをしました。で、それをもってきちっと皆さん守っていただいて、声が出てないっていうことが
判明して、スポーツ庁の皆様ともコミュニケーションを図らさせていただいて、私どもは声を発しない、つまり 100% お客様をお迎えしても大丈夫というような流れになっていってるということです。我々にとっては大きなことです。本当のことを言うと、満員かつね、大声で皆さんがこう選手に声援を送ってもらうということが理想なんですが、まずは次のステップとしては 50% 制限から 100%、 まずは会場にみんなこう満杯に来ていただける状況を作ることから優先して、その後あのまたどっかのタイミングでマスクを取って応援できるような状況を、まあ、信じてね、まずは 100% ファンの皆様をお迎えできるように努めていきたいなと思います。これはあくまでも各自治体の判断も出てくるんで、あの全部が全部同じタイミングでいけるかどうかっていうのはまだ分かりませんけども、もうチケット販売しているところとかもあったりするんで、おそらく1月とか2月ぐらいからじゃないかなっていうふうに各クラブ思ってますけど、いよいよ満員の会場でファンの皆様をお迎えできる状況になりますので、しっかり感染ガイドラインを守りながら、ファンの皆様の安全安心をしっかり担保しながらお迎えしてまいりたいというふうに思いますので、ぜひその節は会場にお越しいただきたいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。島田のマイク、ここまでのお相手は B リーグチェアマンの島田慎二でした。ドライブユークレイジー。